ジャンくん、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。ヒーターの前に集合です。朝のミーティングどうですか？どうですかね。あたりで終わって、そうつける前からジャンくんも座っていたのでつけました。ジャンくん、ね、猫砂散ってるね。またね、あったかいね。まだ今のとこ弱で、お昼間なのでね。ていうか今はもう9時半、10時ぐらいになってる。まだ10時にはなってないよ。これから今日はまあまああったかいそうなので、そんなに温度を上げなくてもいいのかなと思いますが、夕方ぐらいからねまた涼しくなってくると思うので、このヒーターとても重宝しています。でもさ、ジャン君、お尻の方を温めてほしいな。今、頭蓋骨温まってると思いますよ。ジャン君、ほかほか。こっち、ちょっとひんやりよ。最初の方は、ちゃんとお尻温めてたよね。そう。うん。今、ちょっと、おトイレから帰ってきたからね。時々、裏返してね。うん。ジャン君。うちもあったかい？うちもあったかいな。うん、ジャン君。うちもあったかいね。カラリン。いい感じ。はい、カラリン、カラリン。ポンちゃんがジャン君のお手手をクンクンしたの。ね。うん、そうだね、ジャン君。ポンちゃんもいいかね。うん、いいかね。甘えてるな。甘えるとベロが出ちゃうんだよね。にゃんこは甘え泣きするとベロが出ます。ぽんちゃん、よしよし。ん？でした？ほかほか兄弟でした。もう始まったの？さあ、23分だから、まああと2分でスタート。ジャン君はお休み中でございますが、ちょっと待ってっていうか、何を待つの？もう始めるよ。あ、後ろに私から映って、あ、映ってないようにする。はい、12時半になりました、今日もエコーが効いています、歌っていきますが、ですね、ここのところちょっと、いろんなところでですね、70年代80年代の、まあ昔はね、ニューミュージックって言われてたんですよね。あのユーミンとか、僕の好きなハッピーエンドあたりからだーっとその、カバーしてるというか、その人たちが好きで歌っていたんですが、今になって
この時代までもまだ歌っている僕としてはですね、ヨーロッパの方で、なんかシティポップ、ジャパニーズシティポップっていう名前で、売れているんだということなんだそうです。よかったと、よかったこともどうだろう、わからないんだけど。風を集めて、これも、ハッピーエンドの曲ですね。ハッピーエンドというのは細野晴臣さん、大滝詠一さん、松本隆さん、鈴木茂さんの4人組で、結成されています。あなたがちんとくれたとこちゃん仲良しになってます。かわいい。生配信を終えて、あ、移動、うるさくなくなったら出てきて、あら、お水を飲みに行きました。そしてポンちゃんは待ってるね。ポンちゃん待ってるよ。ポンちゃん待ってるのね。多分水飲んだ後トイレに行くね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんずっと肩にいたのね。あ、違うわ、あっちの上か。歌ってる時はそう、白いとこだ。次にそのあとここ来たのね。あ、そのあとあれだ、テーブルの下で2人で寝てたね。うん、仲良しね。ポンちゃんかわいい、ポンちゃんかわいいよ。ポンちゃん、お水おいしかった。ワンちゃん、ちゃんと戻ってくるといいね。ジャン君、ジャン君、してはる。ポンちゃんも、ジャン君、ジャン君、水美味しかった。お水いっぱい飲んで偉いね。うん、偉いね、ジャン君。トイレ行ったりしないの？眠いんだね。まだ眠いのかね。眠いです。ポンちゃんもここでくつろいでいます。リャン君もほら、ヒーターの前で一緒にねんねすれば。おお